ジャック・アンドレカ・ジャック・アンドレイカは、がんの研究者、発明家、科学者。インテルの2012年号ドン・イー・ムーア賞の受賞者、および、いくつかの賞の受賞者。水臓、卵巣、肺におけるがんの存在を示す、タンパク質の増加を検出するための、迅速かつ安価な支援方法を開発した。おじのように親しくしていた人を水臓がんで亡くした。 ことが開発の動機となった。水臓癌に限らず、腫瘍の有無の目安となる、腫瘍マーカーの血液学的検出方法の基本原理はおよそ60年に開発された、免疫学的検定から変わらず、煩雑であり技術革新の進まない分野であった。また、腫瘍マーカー自体も腫瘍が進行して、初めて上昇するものも多く、 早期発見のスクリーニングには不向きであるとされてきた。ジャック・アンドレイカは、現在の検査法の問題点に気づき、新たな方法を自力で開発することを決意したその後、アンドレイカはインターネットを駆使し、論文やデータベースからおよそ4000種のタンパク質を抽出し、その中で水岩初期から上昇する主要マーカーとしてメソテリンを見出した。以後、 検出方法を模索するうちカーボンナノチューブを使用することに思い当たり、高校の生物の授業中にカーボンナノチューブの記事をこっそり読んでいた。その授業内容は、病原菌やウイルスの特定のタンパク質にのみ、結合する抗体の話であった。その時、アンドレイカは、構造変化によって、電気特性が大きく変わるカーボンナノチューブと、特定のタンパク質にのみ反応する抗体等、 組み合わせることを思いついた。また、カーボンナのチューブ単体では不安定なため、指示体として紙を持ち試験手とすることに決めた。アンドレイカはさらに研究を続けようとしたが、自宅では実証実験は不可能であることから、実験プロトコルと理論を添えて、各地の大学研究室、特に水岩の研究者にい、e、メールを送った。約200通送ってほぼべて断られたが、 一通だけ先端医学を手掛けるジョンズ・ホップキンス大学エニア・バン・マイトラから好意的な返信が来た。アンドレイカは研究の意思を訴えて受諾された。研究室に招かれたアンドレイカは研究室の教授を含め20人ほどから質問を受け、その後の実験プロトコルの修正、7ヶ月の研究の後で成果を得た。検出には紙片を使う。血液。 または、尿中から、メソテリンというバイオマーカーを調べ、水臓癌の初期段階であるかどうかを判断する。検出の精度は90%以上。また、所要時間はおよそ5分と従来の意味の圧生と比較して168倍高速である。費用も以前と比較すると1、2万6000のコストで済み、感度も従来比で400倍以上という。また、 メソテリン自体は他の腫瘍でも発言が確認されており、今回の発明は卵巣癌や肺癌検査についても効果が期待されている。検査に得意抗体を使用することから、従来の免疫学的検定に使用されてきた抗体を利用することで、他の腫瘍マーカー検査にも応用が検討されている。水臓癌の検出のためのマーカーであるメソテリンを、 課題発言させる MIA パーカー細胞を入手して培養した。さらに培養細胞からメソテリンを分離し、濃縮し、定量化した。コーヒトメソテリン抗体と炭素カーボンナノチューブとを混合して紙片にコーティングすることで試験紙を作成した。最適な階層化を求めるには操作型電子顕微鏡を用いた。その後、 電気特性などの変化を測定して比較することで、主要マーカーの検出から、ガンの存在診断が可能となる。メリーランド州アナランデル群在住のポーランド系アメリカ人。父のスティーブ・アンドレイカは土木技師母のジェーン・アンドレイカはマスイ。兄のルーク・アンドレイカも酸性鉱山排水が環境に与える影響を調査するプロジェクトで2010年の インテル国際学生科学技術フェアで9万6千ドルの賞金を獲得している。家には大量の科学雑誌があり、アイデアがどんな風に生み出されるか、他にどんな方法があるかなどをテーブルを囲んで議論する家庭環境だと母は話している。ジャックは同性愛者であることを13歳の時から周囲に明かしており、家族や友人は支えている。恥ずかしがることはなく、 マスコミには僕は同性愛者であることを公表しているし、これが他の LGBT の若者をインスパイアして理系に進んでもらうきっかけになることを願うと語っている。よかわかヤックで急流を下ったり、折り紙を折ったりするのが好き。ありがとうございます。